はい、こんにちは。マンイオンでマーケティングの永山です。今日も御堂筋を歩いています。ここ御堂筋のですね、本町のちょっと南の西の脇に、こんな風にこの間見せたんですけどね、南御堂っていうのがあってですね、で入り口にもホテルができてですね、もう完成仕掛けなんですけど、御堂筋ってなんで御堂筋かっていうとですね、実はこの本町の北側と南御堂に、北御堂と南御堂っていうですね、2つのお寺があるんですね。これが本願寺の2つの派のですね、大谷派と何とかが信州派だったかな、そのお寺があって、それが北御堂と南御堂って言ってですね、でその2つがあるから御堂筋というってことなんですね。ということで今日は大阪豆知識でした。はい、ということで、本町のですね、うちの事務所来られるときはぜひ南御堂、北御堂を覗いていってください。ではでは、これからズームセミナーです。では。